こんにちは、プロトキオです。ちょっとね、最近ね、もう俺も病んでてさ、みんなからのアンチコメントがで、めっちゃ動画出してないと思いきやね、まあそろそろ動画出そうかなと思ってて、はい、ダッシュボード、今日のね、まあ第4回アンチコメントのコーナーです。やっぱりね、アンチコメントうまい、うまいアンチコメントいっぱいあります。でもね、これ読むときついんですわ。拡散しました、ミミロルダンさん、こうよく出ますんだよ、拡散しましてってね。 Why? ですよね。その拡散ってすごいいいことなんですよ。で、それをあたかも俺がもしね、うわ、これ嫌な気持ちになるって、俺が自分が悪いことしてると思ってるんですよ。多分ね、俺も多分ね、心の中のね、6割この動画が悪い気持ちしてるんじゃないかなと思います。なんでね、拡散しましたって言葉に反応するんですけど、ぶっちゃけ嬉しいんですよ。あの、再生回数が増えれば増えるほど、まあ収益化まであと5000回なんで、まあそのままではね、おとなしくね、動画出していこうと。はい、出ましたー。気持ち悪いやつです。こいつね、ミクチャの黒歴史に動画上げてたやつだっけ。なあ、気持ち悪いなー。はい、ミックスチャンネルに投稿する動画を YouTube に、はい、おそ松デビル書いてみました。はい、おそ松とかね、見てるやつ全員死んだ方がいいと思います。いや、見てる人じゃなくて、腐女子ですね。こういった気持ち悪いで。うわ、チャンネル登録者0人。ということでね。そのミックスチャンネルでやってると。こいつ。こいつもミックスチャンネルやってんの、気持ち悪い。なんかそれも、え、キモくね、何この絵。なんか首こんな長いしさ。なあ。どっかの族かよな。首長族かよ。気持ち悪い絵描きやがってよ。そんな気持ち悪い絵なんか描くんじゃねえ。な、見せ物としたらもっとし、な、マシなもん描け、ボーゲ。な、そしたらね、うめうめ絵描けないだろって。違うんだよ。俺は専門職がちげえっつってんだよ。そうやって言ってきたら、うめえはどうせ絵が下手なんだろってな。うん、そうだよ。下手だよ。うん。でも、お前はそれを得意って言って描いてんだろ。いや、そんなことないしとか言い始めるんですよ。でも、自分がうまいと思ってるから動画上げるんですよ。なんで、俺の絵なんか見てくださいよ。いきますよ。どっちだっけな、これか。え、ちょっとな、股間映ったか。ああ、ここをね、動画止めればよかったな、今。ちょっとね、編集しろって言ってるけど、お前ら編集ソフト、じゃあ買ってくれよ、金欠の俺によ。乳首見えた。ツイキャスだったらば。これ。これ。ね、愛嬌のある絵でしょ？したら下手とかいいんだろうな。まあ、お前らなんてな、どうせな、ペンも持てる腕はねえんだよ。でも、こいつの名前がさ、わかりにくすぎんの。読み方がわかんない。はい、ミクチャ動画出ました。何がお待たせしましたね。誰も待ってねえ、バーカ。はい、フィッシャーズ。はい、フィッシャーズ。気持ち悪いんだよな。世界の終わりか。うわ！影プロ。平成ジャンプ、おそ松。え、これってさ、よくファンでさ、頭のおかしい奴がいる四大眼じゃないの？これ、こういうやつ、平成ジャンプおそ松さん、影プロ世界の終わり、フィッシャーズ。うわ！え、これってさ、迷惑なファンがいるところじゃないの？え、この人たち、グループ自体はいいんだけど、作品自体はいいんだけど、この5つのファンはね、頭おかしい奴ばっかいるんで、まずね、言っておきますけど、YouTube って宗教なんですよ。新しい形の宗教で、配信とかもそうなんですけど、そこにね、チャンネル登録するとか、時間を費やしてる時点で、俺大体宗教だと思うんですよ。ゲームだって、モンストだってあれ、さ、ゲームという名の宗教だと思うんですよね。あんなのにバカバカ課金して。ガチャガチャという名の宗教だよね。でもさ、ガチャガチャってあんまお金使うじゃん。あれおかしいじゃん。ね。本当に。やっぱ宗教だよ。フィッシャーズとか見てるやつ。だから、中共社団法人フィッシャーズっていう風にした方がいいと思う。俺は。はじめ社長とかそうだもん、あれ。あがめてんじゃん。こうやって、神聖なコメントを汚すなって言ったからね。どこぞの主義や、暴言。マジでよ。ほんとそういうやつ早くしねえ。出たー、こういう気持ち悪い豚。全然面白くないし、楽して稼げる。稼げると思ったら大間違いだから。でも、あなたよりも稼げてるし、これ楽してないですよ。俺だってフィッシャーズのことをね、丸るのはすごい苦痛なんですよ。それが分かってないからね。デブタだなーってね。これ、うまいーと思っちゃってんの？おい。うわ、気持ち悪い。うわ。フィッシャーズ見てる。いつかゆっくり茶番出すかも。違うアカウントですがね。これはある放送の話。ソニア様護衛隊の部隊のしばらくリーダーです。はい、生放送うろついてる。気持ち悪いな。ソニア様護衛隊ってなんて言うの？
ヘドが出るわ。デブタだなとかさ、自分の描いた絵か知りませんけど、ちょっとね、気持ち悪い絵をやめるのはやめてください。まだ私の方の顔の方が綺麗です。くだらないことやるより勉強しようか。おめえはドッカンバトルしてんじゃねえよ。なあ、それもちょっといいやつ当たったからとかさ。ああ、ワンパンマンとか見てるとかダメでしょ。はじめ社長とか。もう有害だもん。害のあるもん。害があるこいつらは。俺と一緒だよね。生きてちゃいけない。神様の忘れ物の一人ですね。はい。神様のあり、あのね、余ったパーツで作られた人間です。ドッカンバトルしてるとかさ。ね。ちょっとまずさ、スマホゲームのあのジョイスをやってる時点で俺頭を狂ってると思う。っていうのは嘘。くだらないことやるよりって言って、お前はじゃあここにさ、勉強して100点を取ってテストとかをアイコンにしてればいいものの、思いっきりブーメランがブサーンと刺さってるんですよ、こいつ。ドッカンバトルでなんかわかんない。このキャラクターなんだ？これドッカンバトルじゃないかもしれないわ。あーなんだ、ドラゴンボールか。うん、なんか気持ち悪い絵だな。なんか自分で描いたのこれは。それとも誰かの絵師をパクったの？あ、これなんだ、あ、ピクシブランキングのパクってきてんじゃんこいつ。うわ、人の絵パクってんじゃねえよ。自分で描け、ボーケ。ピクシブからヒロイがですね、こいつ。それをアイコンにしやがって。俺はちゃんとな、自分の写真にしてるんだよ。俺のアイコンでヒロイがなのは、あれだよ。あの、メグインさんが家みたいになったやつしかないからね。うん。それ一回したことあるけど、前のチャンネルで。え、金もってやつね。こいつね、俺がね、あの、特定したんですよ、前の動画で。多分こいつ埼玉か静岡どっちかわかんないですけど、住んでるんですよ。高校生で。え、金もって気持ち悪いよな。何？え、金物？どこが金名か言ってみろよ。全部とか言うんだろ？考える知能がねえから全部とか言うんだろ？ふざけんじゃねえよ、お前な。ほんとに。ブッサイクだな、おめえ。ユーデブ、売名、オツ、神聖なコメ欄が、あれ、汚れるだろう。どこがフィッシャーズのな、神聖なコメントで、メスイかっこいい、白くかっこいいとかさ、だ、面白いとか言うな。気持ち悪い、黄色い声のやつ。で、顔もぐっちゃぐちゃなのよ。足の裏だの、草履の裏だの、言われてるようなね、やつにブッサイクだなって言われませんよ。これもさ、なんすかこの、ちょっと見たことないキャラクター。お前絶対これ陰キャだよ。チュースなので歌えてて活動していますって言ってね。気持ち悪い。気持ち悪いし。キモいな、ほんとこういうやつ。うん。うわ、ジョジョのなんか同人絵見て、なんかよくわかんねえ絵やって、もうこいつ、絶対陰キャだよ。うん。いたもん。俺のクラスで。多分絵描いてるやつだろ、こうやって。端っこでよ。なあ。女子どもの輪にも入れねえやつがよ。そんな、俺にブサイクって言ってくるならさ、でも俺はいいと思うんだよ。でもだからおめえにもブサイクって言う。絶対ブサイクだよ。ブサイクなやつほど可愛い絵をアイコンにしたがるんだよ。くっそ、顔がぐっちゃぐちゃなよ。目がビーンって離れてる。もしか、馬だよ。ここら辺に目ついてんだろ、おめえよ。なあ。ほんとに非対称なさ、アンバランスな顔しやがってよ。見てもないのにそんなこと言えるんですかとか言ってな。俺がこうやってめくってイケメンだったらどうすんだよ。そう。ここにあんな肉だけだよ。キモい、即定評価。売名、キモ、即定評価。なんか陰踏んでない。いいんじゃないけど、ラップみたいになってる、ケンシンさんですね。はい、ということでね、俺より再生回数の少ない、なんてこったい、ごめんよーっていうね、気持ち悪い説明欄しようか。アプリどうか。ね、グッチさんが作っていた BGM とか。うわ、グッチさんとかもあれでしょ？あれ、グッチってあれでしょ？なんか変な動画上げたやつでしょ？うわ、やっぱそうだ。あの、グッチさんとか言ってる時点でもう宗教じゃん。グッチ様使用 BGM、このままさ、宗教じゃん。あの、グッチなんか、彼女とイチャイチャした動画でさ、炎上してってだろ？気持ち悪い動画上げやがってよ。なあ、何がグッチさんだよ。ふざけんじゃねえよな、ほんとに。3だよ。そのさ、こいつのコメント、キモい、即定評価。売名、キモ、わら、即定評価。誰か言いそうですね。なんで即定評価2回押すんだろうね。即定評価って、そのさ、定評価押す前に即じゃないよね。コメント打ってるってこと。すごい時間かかってるんだろうね。フリックが遅い。か、き、ま、み、む、め、も、い、変換、あ、間違えちゃった。だったったったって感じでやってんだろうな。即定評価できてねえんだよ、お前らは。即定評価っていうのはコメントせずに等評価すること。低評価すること。気持ち悪いよっていうね、君のアイコンなんですか？これモンストやってますね。モンストやってるやつにな、かっこいいやつなんていねえんで、バーカよ。なんだこのキャラクター。モンストやってるやつとかさ、俺な。俺モンスト嫌いなんだよ。
マッスルショットしかやらない。宝来ね。はい、出たーね。なんかちょっと当てたなんかモンストとかさ、そういういいキャラをさ、ここにアイコンに従うやつ出ましたよ。そういうやつの顔もんで大体ぐちゃぐちゃ。うん。もうね、ミキサーにかけたくらいぐちゃぐちゃだから、お前の顔は。な、お前になんか何もかなね、気持ち悪いよって言われる筋合いもないよ。お前は、モンストやってるやつらで3人くらいで話してんだろ？そんなな。ね、気持ち悪い。内容もキャラもクソ。そのサムネ適当すぎるし、その上売名とかもう終わってる。早めに YouTube やめた方がいいよ。こんな動画出してたらお前は思ってなくても、お前の友達恥だと思うよ。だって俺に友達いねえんだよ、バーカ。まずさ、こいつの、評価気取りがよ、フィッシャーズの方がよっぽどクソだろうな。ほんとに。うちはネタで盛り上がってよ。うちはネタっていうかさ、そういうなんか、ケッケケッケケッケしてさ、やってんのほんとムカつくんだよな。ネットフリックスの字幕がバグって。それもな、こいつ聞いてくれよ。夢猫。誰だこれ。猫アイコンにしてるやつほど顔もぐちゃぐちゃだからな。あ、流行りのハッシュタグに乗っかって誰からもいいねリツイートされないクソです。ねえ、こいつは。わ、歌いて聞いてるやつとかもうバカでしょ。はじめ社長とか。キモ。うわ、うわ、うわ、あ、待って待って。あ、こいつやばいよ。とんでもねえね。陰キャオタクだ、こいつは。フィッシャーズ見てる時点で終わってますから、あなたは。ほんとに。深瀬も見てるらしいけどね。うん。深瀬も見てるらしいけどね。って言って、深瀬さんとお呼びなさい。深瀬様って言えよ、このクズ。みたいな。お前は何様だよってな。ほんとにお前に言われたからね。何様だよって返し方しか知らないのかなって。なんで、どの様、このあり様だよ。いいね。気持ち悪いし、内容もキャラもクソ。それもな、お前に言いたいんだけど、あのさ、お前さ、アイコンもさ、考えられなくてさ、たまにさ、最初の文字、最初、それも、最初の文字がさ、アイコンに来ちゃうようなやつに言われたくないよね。ね、スアイコンのやつに。ほんと、お前の友達恥だと、お前は思ってなくても。お前の友達恥だと、こんな動画出してたら YouTube やめた。よくさ、言うよな。あの、YouTube やめた方がいいよって、ガキは絶対 YouTube やめた方がいいよ。なんでお前にやめさせなきゃいけないんだよ。俺はやりたいからやってる。それ覚悟で来てんだよ。で、お前のキャラもクソだろうな、フィッシャーズとか見てる時点でよ。日常ってこれな、たまたまこのサムネイルになっちゃったの。気違い、気持ち、気持ち悪しね。何これ。あー、またおそ松さんだ。ほんとこのファンは害悪だよな。ほんとに。気持ち悪いんだよ。な、おそ松くんが好きならいいけど、なんでさ、もう不女子しかわかねえ、あのね、湧きまくりのアニメ見やがってよ。ほんと気持ち悪かった。ね。F、藤子先生だっけ？あの、赤松先生。あのね、いい名作をね、台無しにした、あ、さん作ってた。制作者側もね、どうかと思うよ。まずさ、なんでさ、不女子が湧くんだよ。気持ち悪いんだよ。マジ、ほんと腐ってんな、不女子って。気違い、気持ち悪しね、吐き気するわって言ってんのに笑ってっからね、こいつ。気持ち悪い、吐き気するわ、わらわらってね。いっけ、あ、もう、吐き気するわ、ブーっていうのやんないから。キチガイオツ。なんでキチガイオツなんだろう。伝説の黒子とは何もかもあやか、あ、気持ち悪いやつだ、たまに。あ、やばい、東宝とか見てんの。あ、もうダメだ、こいつにかかっちゃダメだ。うん、俺の友達も東宝好きらしいからね。俺は昔は好きだったけど、美容で飽きたからね。なんでみんな気持ち悪しねってさ、あの、変換間違ってんの。他の統合者のことをバカにしたって、売れないよ、山田ハムスターね。売れないよ、つまらないしってね。なんでさ、気持ち悪い。はい、出ました。動画のオープンください。君の名は何だい？はい、気持ち悪いね。このチャンネルはノーコストでできるだけ動画を撮り、投稿するのを基本にしてます。編集技能はまだまだですか？温かみで。見ません！人のコメントでさ、売れないよとかコメントしてるやつね。何も言われたくない。そんなオープニング作ってんだけど、お前はどうなんだい？じゃあ。人をディスれるほどの実力があんの？君は。あ、つまんねえよ、おめえよ。何それ、何でも消臭力使ってきゃいいと思ってんだ。それもお前さ、うわ、キュートカットでやってる。それもキュートカットの無料版でやってますね。気持ち悪いですね。720円も払えねえのかよ、お前はよ。
それもさ、この画面から録音したタイプじゃねえかよ。気持ち悪いな、本当に。な、友達にスマホで招集できるやつ流してって言って、やってもらったんですか？本当に。気持ち悪い。失礼かもだけど、何歳売名すんねん。うちは売名せずに160人とかに、売名でさ、1000人とか増やしてどうすんのって思って、てか、ちゃんとサムネイル作れば、はい、きなこチャンネルです。で、名前が反対になってます。チャンネルきなことかさ、もう情弱すぎて名前が反対になってめんどくさいやって言ってやんないのか？チャンネルきなこって入れればきなこチャンネルになるの。まだまだ先だけど200人突破の時の企画だってさ、今日はこれぐらいにしとくわ。